道が二つに分かれてる。さて、どっちへ行く？左かな。いや、右だよ。よし、左へ行こう。なんで？ずいぶん蒸し暑いな。火山に近づいてきた証拠よ。ああ、また二つに分かれてる。今度はどっちだ？左。右だ。左にしよう。どっち行く？左。右。よし、左。右ったら右。わかった。左だーしょー。なんだ、どうしてほら思いついたんだよ。何すんだもん。待ってよ。こいつだ。こら、もこもこ、お前が勝手なことをするから見ろ、この様。そんな、オラだってこんなことになるなんて思わなかったんだよ。こら、二人とも暴れないで。デイジー。まったく男が揃いも揃って、この礼は高くつくぜ。地の神様、どうかみんなを守って。あ、おじいちゃん。どうした。あれ、はあ、おじいちゃん。なのに明るい。光ゴケかなんかを使ってるのよ。行き止まりだ。なんだこりゃ。ここは一体海に出ちゃったんじゃねえのか。違うな、こいつは地底湖だ。これから先どうしろってんだ。ヤナク、そいつはどうやらこいつが教えてくれそうよ。読めるのか？まあね。水の底を通り祭殿へ来たれ。火の噴水にその身を浸し我が試練に耐えよ。心清く正しき者のみ我がブレスストーンを与える。だとさ。どういうことだい？まあ、水の底をくぐって祭殿とやらに行ってみればわかるでしょう。いけすかね、おっさん。都合のいい時だけ空飛びやがって。デイジー、抱いてってあげようか。金もらったってやだね。
どうしたの？おい、石碑には溶岩の噴水に入ればブレスストーンを渡すって書いてあったな。誰が入るんだ？おら遠慮するよ。俺も心清く正しいっていうのがな、どうも。オイラが入る。アベル、アベル、どうした？やめたか？そこがお前の限界か？おっさん、ここでやめたら全ての道が閉ざされるんだぞ。火の民を信じろ、アベル。見てみろよ、アベル。あれはブレスストーン。すげえ。やったな。どうやってこっから出んだよ。これも罠の一つってことか。溶岩が登ってくる。いやなく飛んでくれよ。ねえ、何にも引っ張って飛べるか。ブレスストーンが、通っていけば暗礁にはぶつからん。黒い霧など恐れるに足りんわい。ありがとう、アベル兄ちゃん。さあ、船出じゃ船出じゃ。トフレ大陸を目指して半年ぶりの船出じゃ。霧に包まれた竜海峡の向こうに巨大な敵と新たなる謎が潜んでいる。